マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。はい、皆さんこんにちは、マゼンタです。ということで、あれからですね、ラボの方上げることができますので上げていきたいと思います。いきます。はい、お、すごい。これはニトログリセリンですね。うわー、ストレス進んでいくんだろうな。あの他にもね、あのダイナマイト紙飛行機とか、あのダイナマイトとかができていくので、ストレス多分進んでいくのかな。とりあえずこれ受け取りましょう。受け取りました。あ、カーボン盾 ×3 のやつができるんだ。そうなんや。ニトログリセリンを1個クラフトしようか。わかりました。これ何時間かかるんだ。あ、14分なんだ。あ、 OKOK です。で、こっち広場の方も上げれるので上げていきたいと思います。OK です。紙飛行機ね、これも作っときましょうね。ということで、ニトログリセリンができるまで時飛ばーしはい、ということでニトログリセリンができましたのでゲットしたいと思います。ということでゲットしましたので、いきます、受け取ります。ストーリーいきます。はい、最後の決戦だ。奇跡の洞窟を守り抜け。おう、バトルチーム全軍出撃だ。おお俺たちも行くぞ。続け。あんたたちの相手は私らだよ。くっ、裏切り者が。まさかバトルチームが司ちゃんたちの食い止め司ちゃんたち食い止めてる間に化学っぽい武器っぽいやつ作んの。でももう薬っぽいやつみんな壊されちゃってなんもないよ、ジーマで。ん、何してんの。こっちこっち、クロムちゃん。クククク、なんか考えがあんだろ、ほっとけ。信頼度ごいっすね。なんだか目の端によぎった。長年の俺の勘が言ってんだ。やべえ、科学の切り札がこの戦場にきっとある。俺の科学は素材探しだ、探しからだ。つかさ、氷河と正面から切り合って勝ち目はない。中距離を保ちながら包囲しろ。おーおー、うわー、やばわー、くすげえ、つかさ&氷河のタッグ。一人でも無敵なのによ。宙に飛んでる今が的だよ。司を倒すラストチャンスだ。大樹、このタイムショックで。ニッキー、みんなショックキャノンがやられた。はっはっ、悪くない、殺したくはない。長身の懐から二人の連携技、と見せかけて3対1ですか。思ったよりちゃんとしてますね。まあ司くんなら全く問題ないでしょう。邪魔はさせん。氷河、貴様の相手はこの私だ。リベンジマッチと行こうじゃないか。かっこいい、かっちゃん。マグマ、金狼、銀狼、みんな、バッチー。このヘビだかヤモリだかフンを混ぜたらいいの。硝酸プラス尿素で、硝酸尿素だ。武器としちゃいまいちだが、根よりマシだろ。わかんないわかんない、フンの尿酸が分解してなければ、つまり質が良ければ白い結晶が出る。要はとにかく運が良ければ白い粉の武器が湧くってことね。あ、そこはただの運ゲーだ。忘れた。前にも言ったけど、千空ちゃんの運の引きで基本ジーマーでドイヒーだった。ドイヒーなんだった。運がダメならなんかないの他に。ほら、花とかあればとか、髪があればとか、いろいろ
種持ってるよ、マジシャンだから。ビューさんがあれな、うわお、それはちょっとないかな、持ち歩いてるわけないです、そんな危険物。ビューさんと奇跡の水晶さんを合わせりゃ、ポンさん、とんでもねえもんが、いや、もしタラの話は時間の無駄、ごにゃんぜ、ビューさんならよ。クロマちゃんどっからそんなもんの、おう、忘れたからしょっぱなぶち込んだじゃねえか、滑稽脅し洗車法の残りカスタ、あーすごい、やるじゃねえか素材を、仕上げにこいつをぶち込むグリセリンたっぷりの石鹸、クッキークアホほど活躍しまくりだな、最初から最後までよ。そうやって司の前で最初に作ってみせた化学グッズの医者代わりの命の石、ドクターストーンだ。石鹸で始まった戦いが今石鹸で終わるんだよ。槍を掴まれた。これだけを狙っていたのだ、私を貫くがいい、それでも話はしない。氷河貴様の札槍とやらを失えば無力化する。スペアあげますよ、そんなもの。絶望すると、ボンプはすぐに無益なあがきをする。はっ、絶望なの、無人もした記憶がないな。わからないのか、すべては積み重ねだ。武力も科学も個々の力など、わあ、なんて言うんだろう、強小皆のわずかな積み重ねがすべてを作り上げる。天空たち科学チームに逆転の力を作り出す。私たちは科学を、天空を信じているのだ。何この黄色い液体、なんか甘い匂いすんの、頭痛くなんない、し、液かけんの、ポタッとやっただけでドカーンだ、全員肉片も残んねえよ。ニトログリセリンだ、ニトロ、聞いたことある、聞いたことあるよ、なんかファイヤーすぎるやつ。ふく、こいつだけはマジでシャレになんねえから、良い子は死んでも真似すんじゃねえぞ。いや、死ねえだろ誰も、まさかこれで全員吹っ飛ばすのか、違う、バーカ、全員助けるんだよ。ただ問題はこれをどうやって刺激もねえで敵のとこ飛ばすかったが、刺激を与えずに飛ばす。オッケー。あ、ここでか、はい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 、わかりました。あ、一回勝利しようということでいきますか、バトル。うわー、いきますいきます、マジか。ちょっととりあえずいきますかね。最強メンバーどれだかな、あ、これですかね。じゃあいきます。あ、そういうことね、マジか、はい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 、こんな感じでいきますか。いきます。強すぎる、ちょっと待って、なんか条件があったよね、ちょっと待って、条件、琥珀の攻撃力100、金狼の攻撃力が100、また分かった、琥珀ちゃんと金狼ね、金狼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 、これでいきますか。もう一回いきます。はい、チャレンジ報酬3までいきました。最初からちゃんと条件読みます。OK です。ちょっと待って、とりあえず進みたいので行きたいと思います。ゲットしました、ありがとうございます。あ、72も前回あげましたね、ということで、はい、で広場も先ほどあげましたということで行くとります。で広場で紙飛行機 4枚か、1枚作ったんだけど4枚か、あー、 OKOK、 よし、ということで、そうですね、わかりました。ちょっとバトルできるとこまでしよっか。そうだね、バトルしましょう。いきます、これは条件ないけどいいかな、いきます。はい、勝ちました、ということでチャレンジ報酬難しいな、いきます、
勝ちました。やっぱ強いな、つかさ。どんどんいきます。難しいな、回復増やすか。はい、いきます。はい、勝ちました。あ、これいけるよ、いけますね。時間も OK ですね。あ、じゃあこれでいきましょう。いきます。はい、勝ちました。 OK です。あと1回いけるかな。あ、いけますね。いきます。はい、勝ちました。ルリちゃん3体強いな。ちょっとこれはいいですね。この編成いいかも。はい、ということで、うわー、ということで、そうですね、あと2つ出来上がったら次に進めるということで、それまでちょっと待ってね。それまで OK、 それまで時飛ばーし。先ほどですね、広場をレベル上げをして、で本拠地レベル上げました。その動画が撮れていませんでした。申し訳ございません。ということで、本拠地レベル70の時は、電球が50個と、あとバッテリーが50個だったんですけど、次は紙が5枚になりましたっていうのと、あとは、ラボは次サルファ剤2個ということで、全然足りないです。あのクロロ硫酸も塩酸がいるし、あのアニリンにも塩酸が5個いるので、そう計10個ですね。1個はそう今ね、作ってますね。アニリンここで作ってるので、そうあとまだ1個ずつですね。あとは炭酸はあるしみたいな感じ。ねえ、これなんだっけ、水酸化ナトリウムあるしっていう感じで作れそうです。広場もね、そう紙作ってたので、あ、紙飛行機かも作ってたのでいけました。そう4つ作ったからね、上げて、あ、違うか、それはその前か、もう混乱してる、撮影できなかったから。まあでも情報だけは上げときます。そんな感じで物がいるので気をつけてね、皆さんも頑張ろうということで、いろいろもらえるからね、頑張ろうね、ということで、ラボをあげるまで時飛ばーし。はい、ということでサルファ剤ができましたので、レベル上げていきたいと思います。いきます。はい、ということで、このこれですね、これとダイナマイトと、ダイナマイトか、ダイナマイト紙飛行機とダイナマイトかが作れるようになりました。ラボあげましたので受け取ります。わー、ダイナマイト紙飛行機を4つクラフトしようということで、はい、クラフトしていきたいと思います。待って、そういうこと、うわー、マジかー。ニトログリセリンがあと2個いるわけね。わかりました。じゃあ作っていきたいと思います。ということで、それまで時飛ばしはい、ということで、あれからダイナマイト紙飛行機が4つできましたので、すでにダイナマイトも作りましたはい、ゲットしたいと思います。いきます。はい、いただきました。お、すごい、20勝の10で1回勝利しようということで、はい、どれだったかな、これか、これ、あ、また条件がありますね。足しようつかさは連れていけませんと。どうしようかな、琥珀ちゃん行くかな、誰が強いかな。そうね、琥珀ちゃん行きましょうか。じゃあこんな感じで行きます。はい、勝ちました。ということで、敵に司と氷河がいましたね。はい、わ、勝ちました。これでバトルは終わりですが、ストーリー行きます。この戦いに終止符を打とうか。く、待て、まだ終わってないぞ。はあ、か、うわー、行かせ、前空のところだけ、前空のところにだけは、はあ、なんだあれは、紙飛行機、こいつは
ギネス認定世界一飛ぶ紙飛行機でかしたメンタリスト、あとは先端にニトログレス、グリセリン垂らしゃクックックつかさ、勝つのは力か科学じゃねえ、力も科学なんだ。パワーは火薬のざっと100倍以上。力をギリシャ語でなんて言うか知ってっか。ダイナマイトだ。すごい。なにこれ。あんなもんに巻き込まれたら人など跡形も残らんぞ。人の力など一生に。うわ、難しい言葉使うな、こわくちゃん。なんだろう、違うよね、絶対違うね。うん、科学の力だ。ぷくぷ、ギリギリ間に合ったな、バトルチーム。てめえらが持ちこたえてくれたおかげでよ。そう、たった今、科学王国はダイナマイトを完成させちゃったよ。その威力は、およそ100億メガトンニュージュール。この時代にダイナマイトってメガトン、僕な200万メガトンだ、ぶっこきやがって。 CE の数字なんかせんくーちゃん、雑なんだもん。交渉本質しか言わないんだから、ジーマーで。 でもよ、紙工機なんかそうそう当たらねえだろ。ああ、一か八か。ははは、紙工機よりはちょっとだけ正確なダイナマイトアローもあるよ。わー、右京かっこいい。右京形勢逆転、戦争終結。はい、おしまい、おしまい。おお、次々に武器を置いて降伏の意を示しておる。今日はなんて、うわー、待って、口元、待って、うわー、素晴らしい。待って、かっこいい。うおー、勝ったぞー、ついに決着だぜ。と説教的には勝ったかもだけど、決着したわけじゃないんだよね。うぞうむぞうは片付いたから、問題はこの先。司ちゃんもセンクちゃんも気づいてないわけない。こっからどうすんの、ジーマで。受け止めても叩き落としても爆発する。今範囲の、爆風はかわすのも無理だ。うん、うん、確かに不可避だね。ただ必ずみんなが巻き込まれて大勢の死者が出る。センク、君は人を見捨てられない。自らを犠牲にもしない。おやおや、お互い動けやしねえな。決着じゃなくて膠着だ。その状況をわざわざ狙って作り出した。つまり先駆、君の目的は、ああ取引だ、司。げん、てめえが司と会ったのはテレビの特番つってたな。特番だつってたな。へ、あ、うん、そうだけど、ちーっと妙な話じゃねえか。この世界のすべてを手に入れることも できんのに、汚れた既得権益者を浄化するとかなんとかよ。ご高潔なご理想に5枚信しているそれが獅子を司つ男だ。んなやつが試合しまくり、テレビも出まくりでガッポガッポ稼ぎまくってた。どうにもしっくりこねえ。それこそ柄じゃねえだろ。確かに俺にとっちゃガッポガッポ稼ぎたいなんて当たり前すぎて考えなかったね。大金を何のために、誰のために。生きてんだろ、司、てめえの妹はよ。ここで終わった。ここで嘘、ちょっともどかしい。あ、ダイナマイト1個クラフトしよう。よかった、行きます。ストーリーまた行きます、行きます。臨床的脳死。この先未来ちゃんの意識が回復する可能性はありません。
ってるさ。それでもその装置を外せはしない。大金がいるというのなら俺がいくらだって作ってみせる。うわーすごい。俺が守るからな。すごい、アニメのカット多くていい。何年でも何十年でもいつかきっと治るかもしんねえ。石化復活時の周辺、修復力ならな。一か八だがワンチャンあんのは間違いねえ。そうだぞつかさ、お前の折った千空の首まで復活液で治ったんだぞ。さーてその復活液だが、ん、おや今や俺らが抑えてんじゃねえか。下水、顔が下水。取引内容は、俺らがくれてるカードはてめえの妹復活ワンちゃん、代わりに要求するカードは停戦だ。そのヨタ話を信じるに値する根拠は俺の言葉だけだ。うわかっこいい、待って。もう科学に嘘はつかねえ。足りねえか。いや十分だよ、十分だ、十分だよ。妹がいたんだね、あんた。ずっと守っていたのだな、妹のことを。そんな優しい男がなぜ石像を壊すことにしたんだ。すごい悪いことじゃないか。うん、まあそうね、悪いことなんだけど、チーマーでズバッとしてていいよね、大樹ちゃん。どうして人類の浄化なんて恐ろしいことを。恐ろしい。うん、うん、そうかもしれないね。皆ならどうしたかな。もし自分がまだ人のほとんどいないストーンワールドで目覚め、復活液の存在を知ったとしたら、原始の世界で大人数を支えれない、復活液を永遠に作り出せる保証もない。右京、君なら誰を選ぶ。つまり命を選ばなくちゃいけない。とても恐ろしいことだ。神を演じる罪深い仕事だよ。ならその罪は俺が負う。新しい世界を作るチャンスにする。そう思った。目指すものは変わらないよ、今もこれからも。だから千空、あくまで今はあくまで停戦だ。クククク、問題ねえ。この辺りかな、病院があったのは。相当流されてるねみんな。これ全部ほじくり返しちゃいいんだよ。ダイナマイトで採掘する。いや、やべえだろそれは。石像巻き込んじゃうじゃないの。問題ねえ、クッソ家庭頑張るだけだ。万が一石像ぶっ壊したらしゃあねえ、全部ひっつけるだけだ。その地獄作業をやるのは誰ですか。千空くん、こらかわいい、ゆずりはん。おお、ドワーン。うんうん、ノーベルがダイナマイトを発見したのは戦争用途だったのか、土木作業向けだったのか、どっちなの。知ったこっちゃねえ、おっさんの気持ちなんだ。どうでもいいわ、気持ち悪い。ただ一つ言えるのは、破壊神ダイナマイトの化石で作ったノーベル賞が科学をどんだけ盛り上げまくったか。そして俺らもそのダイナマイトの科学の力で掘って掘って掘りまくって救いまくる。世界人類全員をだ。あ、未来。ここでですか。うわ、72。うわ、まだ足りません。あと20個頑張ります。20個作りましたらまたストーリー進めていきたいと思います。次で最後なのかな、どうかな、ちょっと寂しいけど。はい、ということで、それまで時飛ばし、ワクワク。はい、ということで
そうですね、本拠地レベル上げれるので上げたいと思います。上げます。はい、うわ、これで目いっぱいです。じゃあ行きたいと思います。ロカシールね、してますね。 OK、 行きます。あ、その前にミッションもらっとこうかな。ありがとうございます。はい、行きます。おーし、復活液かけんぞ。うん、待て、千空、未来ちゃんは裸だ。てめえ好きだな、この流れ。なんもん、とりあえず起こしてから。とりあえず塗ってみたんだけど、サイズ このくらいかな。すげえ早っ。ピシピシと割れて、どんどん本物の人になっていくよ。そっか、村のみんなは見んの初めてね、これ。うん、こっからだ。問題は石化が溶けるときに千空くんの首が治ったみたく、未来ちゃんの全身を中身まで治してくれたら。クックック、そもそも復活液っつうのはよ、何千年も意識ね、 100% 脳死みてえな状態から叩き起こす薬じゃねえか。だったら同じ脳の一つや二つ修復できねえ道理はねえだろよ。未来ちゃん、ここどこ？私、未来、あ、かわいい。待って、未来ちゃんかわいすぎるんだが。兄さん、かわいい。待って、かわいい。よう老けてもうたね。でもシュッとしとるわ。私何年寝とったんかな。うわー、感動しい。6年、いや数千年だよ、未来。あー、おー、これが復活液。本当に目覚めちゃったんだよ。おー、よかったな、つかさー。うわー、待って、決して治ることなどない。そう知りながらあがき続けた何年も何年も待っていたのだな、つかさ。君はずっとずっとこの瞬間を。さあ、荷物をかたし、皆の待つキャンプへ向けて出発だ。おお、未来くん、石片がまだたくさんついている。美女が台無しです。顔を洗ってくると良いですよ、そちらの川で。怖え。千空、ダイナマイトの残りの本数が合わねえ。ん、いっぱい使ってたんだからちょっとぐらい釣れるでしょう、そんなの。おう、これでも素材王だ。物のことだけは間違いねえよ。誰かが取ったなら僕の耳に聞こえたはずだ。それをかいくぐるかのような隠蔽行動ができるのは僕の知る限り一人しかいない。あれ、ホムラの牢屋の見張りの順番マントルなのにまたいないんだよ。いつもサボってるんだよ。ワンワン、マントルが倒れてるんだよ。スイカちゃんが言ってくれた。大変なんだよ。ここで終わりか。じゃあ次回、うわーっていうことで、ここで14ミッション終わりです。あー、やっぱちょっとハラハラな展開になっていくということなので、ちょっとこの先がまたね、その見物というか、多分21章とか22章とかでアニメ2期が完了するのかな。まだかな、まだわかんないけど。そう、あ、次が楽しみですね。次回が楽しみだなって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。励みになりますのでよろしくお願いします。それではありがとうございます。